私ラビー、会えて嬉しいな。こっちはミーシャ、いつも一緒にいる大事なお友達なの。あのね、ラビーは力がすっごく強いから何でも投げ飛ばせるんだよ。それにね、ミーシャからいろんなものが出てきて助けてくれるの。こんにちは、ラビーと遊びに来たの。わーい、出発しよう。ミーシャも一緒にね。絶対にそこから出るな。初めて目を覚ましたとき、世界は真っ暗だった。取り囲む木々と鬱蒼と茂る枝葉、少しの光も入らないこの場所には、私と私を警戒するモンスターしかいない。私はどこから来て、どうしてここにいるの。私は一体誰。わからないことだらけだった。でも分かったこともあった。それは、私がこの森と似合わないほど明るいということと、飽きるほどの時間があるということ。そして、ここから出ようとするたびに、頭に響く誰かの声が、私の足を止めるということ。それだけだった。誰の声なのか、どうして私にそんなことを言うのかはわからない。けど、いつの間にか私はその声に従い、この森を出ることを諦め、私の数多くの疑問は答えを見つけられないまま、ただゆっくりと静かに忘れられていった。森はたまに青い光が差すだけで、相変わらず静かだった。そんなある日、一人の子供が私に近づいてきた。長い間ずっと一人だった私に寄り添ってくれたその子は、まるで夢のようにずっと私と一緒にいてくれた。そうして私たちは友達になった。本当に幸せだった。その子と一緒にいた時間は、今まで過ごしてきたどの時間よりも光り輝いていた。私はその子と一緒にこの輝く時間を永遠に過ごしたいと願った。けど、その子は。その鏡はずっと私のそばにいて、私の友達になってくれた。ある日、しばらく見えなかった青い光が森に差した。私がこの森で目覚めてから、これで3回目だ。不思議なことに、森は初めて光を見る前と変わらなかった。まるで私が初めてここで目を覚ました時のままのよう。そして気づいた。私を引き止めていたあの声がもう聞こえないということを。奇妙な確信があった。もうこの森を出られる。そうして私は、私の世界そのものだった森から飛び出した。その向こうにある見たことのない世界にワクワクしながら。うわー、こんなに遠くまで来たの初めて。ドキドキする。空もよく見える。あの森よりも明るい。不思議。あそこなんかすっごいピカピカしてる。行ってみよう。木がいっぱい置いてある。しょうがない、壊しちゃえ。やったぜ。やった。わっ、外の子かな。こんにちは、ウッキー。私ね、あっちでピカピカしてるところに行きたいの。そこ通してほしいな。邪魔するの？しつこいと怒っちゃうよ。
ピカピカのところかな。なんだか爽やか、あったかい。お、初めて見る草もいっぱい。ん？あれは。私ね、私だよ。あなたはどうやって来たの？あなたは誰？名前って何？ファイト！ラビーが鬼だよ！早く逃げないと捕まえちゃうぞ！ファイト！